どうもグリーンロケットの郡司です。今回もね、理想の生け垣シリーズをやっていきたいと思いますが、実は今、生け垣指揮者の間で生け垣においては〇〇が最強であるという植木があることをご存知でしょうか。私がこれを知ったのは以前ね、洋風におすすめの生け垣という動画をねやらせていただいたときに、生け垣はねもうその木が一番だよというコメントをいただいたのがきっかけでした。そこからことあるごとにね、ちょこちょこと、そういった同じようなコメントをいただいております。確かにその木は、虫がつきにくくて、成長も遅いので、ローメンテナンスであることは間違いありません。そしてビジュアルも、僕も大変好きなんですけども、葉っぱがシャープ で青みがかったね色をした緑色をしているので、とてもね上品さを感じるんですよね。はい、ではねその木は何かというと、それは羅漢巻なんですね。なるほど、確かに羅漢巻は生け垣では最強かもしれないというふうに思いました。ですが、同時に思ったのは、羅漢巻って洋風か、羅漢巻って洋風なのかということですよね。もちろんローメンテナンスという意味では完璧だと思うんですけども、洋風かと、まだまだね昭和の頃の古き良きお庭のイメージ、そういったお庭で使われていたイメージが残っているのではないかというふうに、思っております。そしてこれはね、これからお庭作りを始められる方にとっても同じ意見なんじゃないかなというふうに思っているんですね。今のとてもね素敵なお家、モダンなね雰囲気、モダンなお家の、お庭の生け垣として羅漢巻は果たしてマッチするのか、まあ、羅漢巻の生け垣試しにやってみようと、まあ、普通のお宅ではねこうは簡単にはいかないですよね。はい、ということで、もうそんな時はですね、お庭の人柱でおなじみのこのグリーンロケットの庭で、やってみたいと思います。これまでもね、数々の人柱やってきました。ということでね、実際に羅漢巻の生け垣作ってみたいと思います。そしてですね、実は、それだけですとちょっと絵が地味なんじゃないかなと思っておりまして、僕がねちょっと試してみたい洋風のお庭にいいんじゃないかという生け垣をね今回はご紹介してみたいと思います。それはちょっとどういう風になるかわからないんですけども、世の中にね、この生け垣どうでしょうというのを提案してみたいものですね。はい、それもね一緒にお届けしたいと思います。はい、では行きましょう。はい、それではね今回使用する生け垣の木をねご紹介したいと思います。まずはねこちらの羅漢巻ですよね。羅漢巻は、1メーターぐらいのものを用意しております。で本当はですねもう少し大きいものを用意して生け垣としてね完成した感じをお届けしたかったんですけども、まあ、なかなかそのサイズが手に入りにくいというのと、あとはね他の生け垣の木と比べて、まあ、成長のスピードとかをね比較したかったので、今回この1メーターのやつでやっていきたいと思います。木自体はどうでしょうか。葉っぱの形はとてもシャープですよね。で葉っぱの色味がね少し濃いのと、裏側のですね裏がちょっと白っぽくなっているのでコントラストがついて結構、まあかっこいいですよね。ちょっと和風のお庭という感じもイメージがありますけども、そういった先入観を除けばね結構かっこいい木なんじゃないかなというふうには思います。これがね羅漢巻ですね。でそして今回ですね、挑戦してみたいというものがこちらのロシアンオリーブですね。まあその理由はですね、まずこの洋風感の高い葉っぱの感じですよね。で、実はロシアンオリーブってオリーブの名前がついてるんですけど、グミの仲間なんですね。で結構寒さに強いというのと、成長が旺盛なんで、まあ、刈り込んでも大丈夫ということが、あります。まあ、ちょっとね暴れる木なのでどうなるかはやってみないとわからないんですけども、何せこの洋風感の高い感じがね生け垣にしたら結構おしゃれかなというふうに思いまして、今回やってみたいというふうに思います。はい、これがねロシアンオリーブ。そしてはい、生け垣にしない生け垣でね、紹介できなかったやつなんですけども、これ縄代グミのマリリンと言います。でこれはですね自然樹形に仕立てて、生け垣にしない生け垣でちょっとやりたいなというのと、あと理由はこれも寒さに強いので、寒いところのね生け垣材としていいんじゃないのかなというふうに思ってまして、ちょっと紹介したいと思います。でもう一つはねこちらの、
常盤満作ですね。常盤満作も、一般的には刈り込まれて壁のように、なってしまうんですけども、これも自然樹形で育てて生垣にできないかというふうに思ってまして、これもね試しにやってみたいと思います。はい、ということで今回このラインナップでやっていきます。もう準備は万端でして、今回植え付け間隔なんですけども、60センチですね。もうこれまでの動画でやっぱり60センチ間隔の方がいいなということをお伝えできているかと思いますので、60センチ間隔で、植えていきたいと思います。じゃあね、植えていきましょう。はい、ではね、終わりました。仕上がりいかがでしょうか。ちょっとね詳しく見ていきたいというふうに思います。でまずは、気になるね羅漢巻きの出来上がりですよね。羅漢巻きこういう感じになっております。でちょっとね小さいので分かりづらいと思いますので寄っていきたいと思うんですけども、木自体はねとても爽やかなんですけどね、並べてみた感じで言うとこういうような感じになります。でここから大きく育った状態のもので言うと、まあ、他の YouTuber さんの動画でも載ってますので、ぜひそっちをねチェックしていただければというふうに思います。個人的にはあのお家の雰囲気とか、あとはねエクステリアによってはですね、シックな感じなので洋風感というかですね、まあ少しね渋めの洋風な雰囲気は出せるのかなというふうに思っています。まあ、ヨーロッパの方でも巻きが人気だったりはしてるようなので、使い方とかね雰囲気によってはねいいんじゃないのかなというふうに思います。あとはこれが長い距離の生垣がねずっと羅漢巻きだとちょっと昔のお庭っぽくなってしまうかもしれないんですけども、少しだけピンポイントで使うのであれば非常にねいいのかなというふうに思いました。この葉っぱの感じもねよく見るとかっこいいのかなというふうに思います。あとはもう見た目よりもメンテナンス重視という方はね、ぜひ羅漢巻き、いいんじゃないのかなというふうに思いますので、はい、こちらがね羅漢巻きの仕上がりですね。はい、で次はロシアンオリーブですね。ロシアンオリーブはこういう感じになってますね。もうすでに洋風感あふれてますので、もう見た目おしゃれだなという感じが、伝わると思うんですけども、こういうね、非常に爽やかな色の、葉っぱもしております。とにかくね成長が旺盛なので生垣には向くんですけども、まあねどれだけ手間がかかるのかも含めてちょっと楽しみかなというふうに思います。今の感じはねとにかく雰囲気いいですよね。こういう色の生垣はあんまり見ないので、はい、どうなっていってくれるでしょうか。また寒さに強いのもね茨城としては非常に嬉しいところではあります。でそしてこちらがですね生垣にしない生垣の、やつですね。まずは常盤満作です。で下枝をちょっと落として、で樹形が少し定まらなかったので頭の方でブツブツと切って、止めております。こんな感じにして、まあねこれから伸びてった枝をうまくね使っていければいいかなと思ってますので、一旦は芯を止めて枝を出すような感じで仕立てています。はい、で、こちらは、縄代組のマリリンですね。でこれは、まだ小さいので下の方の枝だけ落として上にね伸びてくれることを期待して、ほとんどね剪定しないで置いてあります。
これも寒さに強いそうなので、はい、どのようになってくれるのか楽しみですね。はい、ということでね、このような感じで、仕上がっております。はい、これでね完成ですね。あ、はい、1点なんですけども、先ほどね羅漢巻支柱していたのが見えたと思うんですが、これがですね 3,4 年前に植えた羅漢巻なんですね。でこういった感じで支柱がないと曲がっていってしまいますので、必ずね支柱してもらった方が綺麗に育ててもらえると思います。はい、はい、ということで今回もね、理想の生け垣シリーズやってみました。いかがだったでしょうか。かなりね羅漢巻気になってた方もいらっしゃると思いますので、ぜひね参考にしていただければと思います。はい、そして今回でこのね理想の生け垣シリーズは一旦、終わりということになります。ただこれからもですね、リクエストとか、まあ、こんな生け垣やってみてとか、こういうのはどうなのとかね、あとは生け垣にしない生け垣でこういうの試してみてとかリクエストありましたらぜひお寄せください。その時はねまたやりますので、はい、ということでね今回も面白いと思ってくださった方はぜひ、グッドボタン、この親指マークでおなじみのグッドボタンよろしくお願いします。またねこれからも皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をやっていきます。なのでぜひねリクエストなどお寄せいただけるととても嬉しいです。あとはお悩みご相談などもお寄せください。あとはねぜひ皆さんのお庭のお写真もお待ちしておりますので、概要欄のメールアドレスからお願いいたします。そして最後に私たちのね運営している一本一本植木を撮影して販売している、植木の販売サイトグリーンロケットもね今、新着続々入っておりますので、ぜひ気になる方はチェックよろしくお願いします。はい、それではね、皆さんのお庭が素敵になりますように。ではまた。